バミューダは北、大西洋にある諸島でイギリスの海外領土である。イギリスの海外領土の中でも政治的、経済的な自立度が高い。金融部門と観光産業に支えられており、2005年には一人当たりの GDP が76,403ドルとなり、世界で最も高い数値を記録した。タックスヘイブンとしても知られている。2010年には、 首都ハミルトンが世界第34位の金融センターと評価されている。日本語の表記はバミューダの他にバーミューダもある。前にイギリス領や英領をつけることがある。バミューダ諸島は1500年代の初期にヨーロッパ人によって発見された。スペインの探検家ファンデベルムデスが1503年に発見したという説もあるが、イタリアの研究家、 ピエトロ・マルティ・レ・ダンゲエーラが1511年に出版したレーガーティオ・バビロニカによってバミューダ諸島の存在が初めて言及されており同年にスペインの海図に組み込まれたしかし移住者のいないまま長く無人島であったバミューダという名はファンデ・ベルムデスにちなんで命名された1609年イギリスから北アメリカのバージニア植民地へ向かう イギリス人入植者たちを乗せた8隻の船がバミューダ沖で嵐に巻き込まれ、その中の1隻、ジョージ・ソマーズ船長の率いる130人を乗せたシーベンチャー号が波に揉まれて、仲間の船とはぐれ、バミューダのリーフに難破した。乗員乗客はヤムオエズコの島に定住することとなった。しかし、暖かく豊かな島で気力を取り戻した乗員乗客たちは島で木を切り、 シーベンチャー号からケーキを取り出し、デリバランス号とペーシェンス号の2隻の船を作った。1610年、この2隻の船に分譲して、島を後に再びバージニアへ向かった。これを機に1612年、シーベンチャー号の船長だったジョージ・ソマーズを中心とした60人をはじめとする、イギリス人のバミューダ諸島への入植が始まった。1684年に、ロバート・ロビンソンが、 最初の総督となり、バミューダ諸島は正式にイギリスの植民地となる。イギリスからよりアメリカとの距離が近いため、南北戦争時はヨーロッパとアメリカを結ぶ中継地になっていた。ビクトリア朝時代に北アメリカの悲観リゾート地としてこの島への観光旅行が盛んとなり、それ以来観光業がこの島の経済を支えてきた。 第二次世界大戦中の1940年9月2日、アメリカ合衆国は参戦していない時期にもかかわらず、駆逐艦と基地の交換協定が結ばれ、イギリスは50隻の平ンパ板型駆逐艦をアメリカに提供させるのと引き換えに、バミューダ諸島に建設されたイギリス軍の海軍基地と空軍基地はアメリカ軍に対応された。1995年、 イギリスからの独立の賛否を問う、住民投票が行われ、独立は否決された。国家元首はイギリス国王であり、バミューダ総督が代行する。外交と防衛はイギリスが責任を有する。イギリスの海外領土であるが、自治権と独自の議会が認められており、首相が議会で選出され、総督が任命する。議会は二院制。上院は全11議席で、 総督、首相、野党が指名。会員は、全36議席で、民選、任期5年。前回選挙は、2017年7月に行われ、新ポロード党が24議席、バミューダ統一党が12議席獲得した。バミューダ法を参照。9つの行政教区に分かれる。ウォーウィック、サウスハンプトン、サンディ、スミス、セントジョージ、デボンジア、 パゲット、ハミルトン、ペンブロック。地方公共団体は、行政首とハミルトン市と、世界遺産でもあるセントジョージ町の二つ。バミューダ諸島約150の産後礁と岩礁からなる。最も大きい島は、中心に位置する面積約39平方キロメートルのバミューダ島。その周りに、セントジョージ島、ソマーセット島、アイルランド島があり、他は、 非常に小さな島である。これらを総称してバミューダ諸島と呼ぶ。川や淡水湖はないが、降雨に恵まれている。しばしばバミューダトライアングルは魔の海域として取り上げられるが、実際はバミューダ島の近海は岩礁や浅瀬が多いために、船が岩礁に接触、あるいは衝突によって沈没する事故が起きやすい場所となっている。通のバミューダドルは、 US ドルと投下であり、両社間の為替レートは、1バミューダドルイコール1 u s ドルで固定されている。島内では、US ドル紙幣で買い物をすることも可能である。ただし、お釣りはバミューダドルで帰ってくる。観光業が盛んだが、タックスヘイブンとして、米国内は元より世界的に有名である。しかし、2017年11月のパラダイス文書により、 租税回避目的でアップルなどの国際的巨大企業や有名人などが税逃れを続けていた事実が発覚し問題となっている空港はバミューダ国際空港がある島内の陸上交通はタクシーまたはバスとなる自動車の通行区分はイギリス本土と同じ左側通行である住民の60%が黒人である残りのほとんどが白人で 根結の村あともいる。公用語は、英語とポルトガル語、宗教はプロテスタントがほとんどで多種の宗派があり、カトリックもある。バミューダ独自のオリンピック委員会がある。雪が降らない上に氷点下になることもないが、夏季オリンピックとともに、冬季オリンピックにも出場している。なお、冬季オリンピックの開会式においても、バミューダショーツを着用することで有名である。 ありがとうございます。